もちさん、知り合いが規則を重んじて守らない人に注意するのを見て、うん、揉めないかハラハラしている私です。ともちさんもあれですかね、丸く体調型ですかね、体調タイプ。ああ、そうかもしれない、はい、うん、で僕みたいにまあ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 ってやらない人、まあ、そうまあ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 ってまあ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 って、そんな社長だしみたいな、君が我慢すればいいんだよってやらない人、うんうん、あ仮面さんも、ラブ&ピースでニコニコしたい気持ちは分かると、うんうんうん、マスクなんて注意しなくていいじゃんって、うんうんうん、そうなんですよね、うん、特に今この時代、うん、だから僕はもう僕でしかないですよね。人のことはそんなに気にならない、はい、気にならないというか、はい、人に何か言うと返ってくる可能性があるから、こっちにね、こっちに嫌がね、そう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 、はい、で僕は僕のやりたいようにやりたいから、はい、人も人のやりたいようにみたいな、こっちに被害が被らなければもう問題ないみたいな感覚ですよ。なるほど、うん、そっちの感覚の方がだから、あでもそっか違う、どっ今また僕は、うん、それでいいんですねってまとめようとしたんですけど、うん、違いますね、これは違いますよ、違いますよね、うんうんうん、それが正解ではないないですよね、うん、今僕はね、あそれですねってやろうとしたんですけど違いますねこれは、うんうん、だってこういう人もいるもん、うん、で言いたいことでスッキリする人もいるわけじゃないですか、言わない方が多分嫌なんですよ。そう、うん、そうですね、その場は喧嘩がなく終わったとしても、はい、ずっとイライラしてるかもしれないじゃないですか。し確かに、うん、その規則があるとか、うん、まあ、ルールがあることに反してる人がいるっていうことですよね、うんうんうん、反してる人がいて、はい、その人に対して、はい、まあ、なんか説教するわけ、説教なのか文句を言うわけじゃないですか、まあ、その場では正論ですよね、うん、ルールに反してる人に注意をするわけですから、うんうん、はい、でそこで、まあ、そんなルールを守る人がまともなわけがないんでトラブルになるわけですよね。あ、ルールを破る人がですね、破る人が、はいはい、そのまあ、なんかコンビニで並んでて列に割り込んでくる人がまともなわけじゃないじゃないですか、はい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 、でそういう人にこう文句を言うからこうトラブルになるみたいな、でもそこでこう我慢する、多分僕たちは我慢しますよね、はい、なんかヤンキーとかこう割り込んだとか、ヤンキーは我慢します、我慢するじゃないですか、人、僕は人を見ます言えるか、あでもあのあと言い方ですね、あの並んでますは言います、多分、うん、人を見て、うんうん、人を見て、あ勝てると思ったら、うん、あ並んでますって、うんうんうん、思いっきりやばいなと思ったら、うん、口をつぐみます、うんうん、はい、うん、ダメですねこの辺はねまあでも場を見てます、それが場を見てます、だからその辺も逆にあの上手って捉えることもできるわけじゃないですか。そうですね、そう、はいはい、うん、変な人にはあんまり関わらないようにして、関わらないです、言えそうな人にはこう言います、ちゃんとルール守らせるみたいな、はい、並んでますって言います、うんうん、で無視するんだったら、うん、もう言いません多分、ああもうそういう人なんだと思って、うん、っていう、まあだから言い方、言い方だと僕思ってます、はい、腰痛さんはなんか言葉がきついじゃないですか、あの大好きですけどね、うん、そこがなんか面白いところではありますけど味わいがある、うん、はい、おいみたいなこと言いそうじゃないですか、言いそう、おいから始めちゃダメで、ちょっとおいから始めちゃダメが出てくるんですよ、うんうん、はい、っていう二等兵的な人を見て上手だなって思ったりすることありますよ、あそういう上手な言い方がみたいな、あるかもしれないですね、うんうん、だからこうどっちがいいとかではないと思うんですよね。そうで僕は、うん、なんかテレビ番組は最後に結論が出るじゃないですか、はいはいはい、これが正解ですっていうのを見すぎたせいか、うんうん、今なんかそれでもまたそれですねってやろうとしたんですけどうんうん、うん、そうすると今僕の気持ちを無視してますもんね。そう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 、うん、その場を丸めたい人、丸めたい人っていうと、まあこれは特質ですよね。何が正解なんですかね。ない、まあその状況によっても多分変わると思うし、はい、っていうとこですよね。いる人によっても変わるだろうし、場所によってもなんかいろいろ正解が変わったりするんじゃないですか、はい、この場ではこれが最適だったみたいな。だから警察とか来たらまずいわけじゃないですかなかなか警察に触れ合うのは僕はないですよ、うんうん、数年前の交通違反ぐらいですよ、うん、はい、あそう交通違反か被害者側ですよ僕は。あ泥棒とか、泥棒入られた時ですね泥棒入られたりとか、はい、自転車盗まれたりとか、はい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 、はい、だからまあこの辺がね、その要は動画を撮ってあげるにあたっては、うん、なんかその大体結論がいるって思い込んでる節はあるんですね、うんうん、僕は、うんうん、これが答えです、ありがとうございました、うん、ってやろうとしてるんですけど、そうすると、まあ、エニアグラム的にバランスなのかもしれないですよ、はい、それは囚われ
丸くなるのが一番、丸くてその場を丸くじゃなくて、はい、角がないようにタイプの、例えばこう1の人だとかだと理想があるわけじゃないですか、はい、でそれを追い続けることによって、はい、他のところに弊害が出てくるわけじゃないですか、まあ、こっちで理想を掲げてる人もいますしね、うんうんうん、はい、そうでこっちで対立が生まれたりとかして、はい、なったりするわけじゃないですか、はい、で理想を追い求めることは多分いいことだと思うんですよ。3の人が成功を求めることもまず悪いことではない、世の中のためにはなってます、うん、はい、だけどそれを成功するために誰かを蹴落としたりとかしたら悪くなるわけじゃないですか。騙したりお金のためだけにね、はい、っていうなんかバランスが崩れると良くない。だってみんなと一緒に成功しようだったら、うん、みんなが成功するのが素晴らしいハッピーですもんね、うん、はい、っていう、まあ、バランスが崩れるから良くない、だから行き過ぎちゃ良くないみたいな話じゃないですか。行き過ぎちゃ良くないは答えとしてあっていいでしょうね、うんうんうん、はい、やりすぎ、やりすぎ、要はその場で収めようとしすぎってことですね。しすぎで収めるのも大事な場面もあるし、はい、だけどこう人の気持ちを完全無視して収めちゃいけないみたいなのとか、そうさっきの、いや長期的に見てもっと良くなったかもしれない可能性を潰してるって話ですね。そうそう、なんかいろんなことを考えて丸く収めるとか、ちゃんと他のことも考えなきゃいけないみたいな感じなんじゃないですかね、はい、だから人それぞれみんななんかいろいろ意識しなきゃいけないっていうのが広まるといいですね、うんうん、あ、なんか自分の行動パターンってこれだねって、うんうんうん、僕今なんかちょっとなんか47にして、はい、なんか自分の欠点というか、うんうん、なんかこのだって僕はこの47年間これで生きてきてるじゃないですか、うん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 、まあ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 ってやってきてるんですよ、うんうんうん、ずっと、うん、まあだからある意味それが成功体験ですよね。そうですね、成功体験と捉えてるんでしょうね、うん、はい、それが一番うまくいってるみたいな、得意な僕、そう、はい、得意な僕です、うん、でその陰にそうやってまあまあまあってこう無理やり抑えられた人たちがいるんですね行ったりして怒ってるかもしれないっていういい話あの、うん、いつもあの動画を撮る前に、うんうん、隊長ずっとこんな話をしてましたよね、うんうんうん、はい、でこんな話をしていて動画を撮ろうかって、うんうんうん、なったいきさつを今思い出しました。はい、はい、あ、灰の人さんも実害が被らない限り何も言わない人、うんうん、時々さんも揉めるのが苦手、うん、基本なんとか楽しい空気感を作りたい、わ、うん、かります、うん、僕派かな時々さんは、うんうんうん、仮面さん、世の中の7割の人は言ってることに同調すれば味方になると思っているので、うん、聞く側としては理解はするけど納得は しないというスタンスを持つと楽かなと。あー、なるほど、まあまあと言いたい気持ちはわかるけど最近は言わない、いろんな人がいるのが分かったし、その中で私はこう思うも大事にするようになったという感じですねと、うん、そうで僕はね結構私はこう思うを結構そこで勝って変えるんですね、うん、動画の時は。あ、だからこう、これが正解ですねって、うん、あ、そう、そう場をコントロールしようとするみたいな、これ進行させようみたいな、間を丸、うん、そうで、あ、これが答えですね、うん、ご機嫌よう、うん、なるほど、そうですね、うん、ちょっとこれは自分も大事にしていいが、うん、人も大事にしなきゃいけないっていうことですね、うんうんうん、まあ、相手にも相手の考えがある、はい、言い分があるある、うん、メルちゃん、私も自分の理想から反すると何か言いたくなって言葉が鋭くなる、怖そう、二等兵さんみたく、うん、丸く済ませられることに憧れます、あ、憧れますっていう言葉ありがとうございます、大好きです好きになるただ、うん、そっか、僕は多分ね鋭くなる人の気持ちはね、ちょっなるほどね、なんかなると、まあそんなこと言わなくていいじゃんが出てくるんですよね。さっきのメルちゃんね、うん、メルちゃん側、じゃああえて腰痛さん側とすると、うん、要は言葉が言う側鋭い人、言葉が、うんうん、パッてこ鋭い言葉が出る人は、うんうんうん、丸く済まそうとは思ってない、うん、そっか、思ってないんですよ、注意して、うん、それをやめれば、うん、収まるよねと思ってるんですもんね、うんうんうん、そっか、うん、お前がちゃんとルール守れば収まるんだって、並べよってうん、わかる、それもそう、わかる、気持ちはわかりますよ、全然わかるんですよ、うんうん、言ってる通りなんですよ、うんうん、おっしゃる通りなんですよ、うん、でもそういうのは大抵普通の人じゃないじゃないですか。でも、うん、じゃあ
コンビニの例はやめて、うん、タバコを吸う例ですよ。社長が、社長が、うん、うちの会社じゃないですよ、それはもう今架空の A 会社です、はいはい、架空の会社ですよ、はい、それは、うんうん、はい、要はメルちゃんと僕が同じフロアにいます、うんうん、でメルちゃんは言うわけですよ、うん、いつもタバコ気になるのに吸うんですよ、うん、僕は結構ねそういうのはね、うん、言ってるのはしょうがないなって思うんですよ、うん、しょうがないがパッて出てくるんですね、うん、しょうがない、しょうがないよねって、うん、結構なるんですよ、うん、これ、うん、だからそれ言ってもしょうがないじゃん、言ってもしょうがないかどうか、うん、並んで無視する人に言ってもしょうがないじゃんが出てくるんですよ、うん、あ、その言っても、あ、まあ、社長だったら社長どういう、あ、それは、うん、じゃあ今度はコンビニに戻そう、うん、メルちゃんと僕がコンビニの列に並んでるんですよ、うんうん、でちょっとヤンキーっぽいやつがパッて入った時に、うん、メルちゃん言うんですよ、うん、言いそうになる、うんうんうん、ちょっと並んでますけど、うんうん、で僕は相手を見て思うんですよ、うん、あれ言ってもしょうがないよ、うんうんうん、言うの我慢しないよ腰痛さんとか、うんうん、メルちゃんって思うんですよ、うんうんうん、でも言ってもしょうがないは思わないんですかね。言ってもその、まあ要はリスクじゃないですか。そう、リスクが計算できるじゃないですか、うん、あれに言うとこうなるよねが出てくるじゃないですか。出てくるじゃないですか、で、はい、警察だなったりするわけじゃないですか、腰痛さんだとは、うんうん、でこう殴り合いでそんなこと日常で合わないですよ、うん、僕そうでこう捕まったりして周りに迷惑かけたりするのは良くないなって思ってるとか言って、はい、そんな経験ないじゃないですか、殴って警察にみたいな、ない、うん、っていうので、まあ、我慢するじゃないですか、はい、それはこうリスクを考えてですよね。そう、読める読める容易にニュータイプじゃなくても見える世界、うん、はい、うん、あれに絡むとちょっと厄介そうだなみたいな思う、うん、はい、っていうので僕の場合は我慢するわけじゃないですか、はい、まあ、時間奪われるみたいなリスクもあるじゃないですか。もう時間ももったいない、うん、時間ももったいない、はい、っていう時にこう我慢するけど、でも言いたいわけですよね。なるほど、まあだから僕じゃなきゃやってくださいですよ。なるほど、うん、違う列に並びますからって、うん、でもそれ自分の彼女とかだったらちょっと困りますよね。困ります、うん、でも彼女だとちょっと弱いところは見せられないみたいなのもあるし、だったら俺が言うが出てきますけどね。う、うん、なら俺が言うが出てきますけど、うん、でも丁寧に言いますよね多分、うん、申し訳ないんですけど言い方はあるよね。そう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 、あと店員さん、うん、店員さんってあ、その手もあります。考え方いろいろ考えれば方法ありますよ、そんな、うんうん、直接言わなくても、やっぱり中庸が一番ですねってメルちゃんが言うけど、うんうん、それが一番かって言われると、うん、あの、まあ、多分慣れれば一番なんじゃないですか、まあ、みんながね、まあ、うん、でも答えは今ね、今急に答えを出しちゃいけない病になってるんですよ。中庸が一番って言われると中庸が一番って言っていいのかってそこもまたなんかちょっとちょっと言っていいのかなって、言っていいのかな中庸が一番っていうのが出てくるんですね、うん、今、うん、自分とかけ離れた相手の行動原理とかなかなか理解するのは難しいですね、うんうんうん、あ、納得するのはさらに難しい、はい、うん、多分確かに体調はその真ん中にいるところはあるんでしょうね、うんうんうん、あのこれがなんかエニアグラムで言うとタイプ9の、うん、みんなが分かる、うん、はい、で自分がない、まあ、あの欠点的なところを言うと、うんうん、メリーさん、うん、こんにちは。こんにちは。意見をする側を潰さないでほしい。あー、なるほど、うんうん、そこで問題解決すればその後みんなが快適になるわけだからと、うんうん、なるほど、うん、でもまあそっか、僕はでもなんか人を見ればね、人を見ればわかるじゃん、うん、がずっとあるんですよね、うん、それはありますよ。だからこう、え、わかんない、優しい、言ってもわかんない人もいるよねっていうのが出てくるんですよ、うんうん、言えばわかる社長だったら多分言いますよ、ちょっとみんながこうやって、あ、だったら別に僕もどうぞですよ。うん、動画としての結論、結論は、うん、あ、言わなくてもいいかもしれないけども、うん、やっぱ急がなくてもいいっていうことはあるかもしれないですね。あの、早急に丸めなくてもいい案件もあるよと、うんうんうん、ただまあない、そこまで僕をないがしろにしなくてもいいですよね。お前が悪いんじゃじゃないですもんね、これは。悪くはないですもんねっていう落としどころですかね、うん、まあだから状況によりますよねってとこじゃないですか。だからちゃんとこう、まあ否定するなら否定するで、その人の気持ちも考えなきゃいけない。今なんかもう、うん、総理大臣は僕だぐらい思ってるんですけどね僕がなった方がいいんじゃないかって、うん、
ロシアの戦争終わるんじゃないかってちょっと思ったりするんですけど終わりません終わらないですかね。何するんですか。ちょっと俺が出た方がいいのかなとかって、まあまあっていくんですか、まあ、まあプーチンさんさーってっていう気持ちがちょっと出てきたりするんですけどね。僕がまあまあっていけば収まるんじゃないか、収まるんじゃないかなって思ったりしません。思ったりしませんよ。あ、じゃあ、うん、やめときますはい面白いまあまあって言ってきてもらいたいですよねどうなるのか見てみたい。